どうも司会の佐田正樹です。よろしくお願いします。さあ、そして本日の解説員は3度の飯より嘘が大好き大嘘清津さんです。お願いします。嘘清津先生、さっきちょっと見てしまったんですけど、小宮山さん脇毛ボーボーして、違うから。ってさあ、そして AKB 代表のスペシャル解説には小宮山遥香さんです。お願いします。ちなみに先生、この嘘を見抜ける確率は 99.9% です。ありがとうございます。なんか佐藤浩市ばりになってた。先生、期待の若手メンバーによる新ユニット電電夢中にも選ばれた次世代エース候補大和田奈々。後手クソガキと呼ばれて早数年、新チーム B の副キャプテンになって今でもいたずら好きは止まらない永遠のクソガキアイドル大島涼香。さあ、ということでございますけどね、チーム B の時のチームメイトということでございますけどね、はいはい、めっちゃ仲良くて、うん、本当に仲良すぎてファンの方から危ない噂が立つ、ね、仲良すぎて。そんな怪しい噂が立つほど仲のいい両者が考えてきた質問がこちら。6番が気になります、うん、理由を知りたい、ね、うん、じゃあ大島から大和田への質問でございますけど、絶対1番ですね。1番、これはもうみんな気になってると思うし、うんうん、てかもうパリピーンです、これは。さあ、というわけで両者に意気込みの方を聞いてみましょう。大和田涼香さん、多分ファンの人はもう明るくて元気でクソガキっていうイメージがあると思うので、そのキャラを覆すようなのを見せたいです。うわ、怖いこと言いようよ、うん、さあ対する大島涼香、いや、ナーニャとは仲いいんですけど、結構思ってることいっぱいあって、ちょっとこれを使ってちょっとね、これ面白そう、はい、まずは先手大技からいきましょう、はい、さあ何番からいきますか。じゃあもう本当に、はい、攻めますね。攻める、もう、おっと2番、2番からいきます。それではお願いします。クソガキと言われているが実はネクラだ。いいえ。やったー、いっぱいネクラよ。うっそー、レッスンとかリハーサル中にふと涼香さんを鏡越しとかに顔を見ると、うん、もう本当に目がめっちゃうつるなって、うん、めっちゃ死んでるんですよ顔が。疲れたんかな。あんま意識はなくて、無意識で、無意識に疲れとるんだから、無意識に出ちゃってるネクラが。でもあるよ、だから収録の合間とかめっちゃそんな疲れてる顔見とかある。本当ですか。あるね。さあ、ということでございまして、現在大和田が1ポイント有利でございます。では続いて後手大島涼香いきましょう、いやでも取りたいんで、うんうん、次世代エース候補にこの一手。さあ、いきます。いつも自分のことをブスブスと言っているが本当は可愛いと思っている。気になるこれ。いいえよ、これもうビンだよビン。これはね、嘘だ、絶対嘘、絶対嘘。あなたブスだと思ってないでしょ。何を言ってるんですか。え、本当に私さっきから画面に映るじゃないですか、うん、もうそれ見て本当に、ああ映さないでって思ってるぐらい、はい、やかましいですね。はい、やかましいですね。でもナナってすごいいろんなメンバーのこと可愛い可愛いって言ってくれるんですよ。じゃあ本気でなんか顔交換できるとしたらするのって聞くと、うん、めっちゃ黙っちゃう。ね、そんなことない。え、私本当に涼香さんの顔欲しいって思ってるもん。もういいよそういうの。いや嘘っぽすぎて、それみんなに言ってるでしょ。そんなこと言うてんの、みんな可愛いんだもん本当に。谷口から見てそれどうなの。それやっぱ同じこの前でんでんむちで集まった時とかに、うん、みんななこちゃんとかみくちゃんにはすごい可愛いって言ってて、で私たちもなにゃ可愛いで、そんなことないよみたいな。あ、そういうのは一番思ってるやつだね、うん、一番。さすが大島、一本取りました。イエー。じゃあ続いて先手大和田ですね。いきます。はい、6番、6番、お願いします。高橋みなみからもらったキャッチフレーズは
ダサくて正直使えない。いいえ。あれ笑ってるじゃん。動揺しましたね、かなり。パワー一歩。やったこれ何ですか、このキャッチフレーズのこの大技。小さくても大丈夫みたいな。うわ、ダサ。ちょっとダサい。篠田チーム A の時に、うん、キャッチフレーズが私なくて、うんうん、で高見さんに相談したら、うん、私昔使ってたのあげるよって言われたんですよ、うん、使ってたの一回やったんですよ。したらすっごいしらけてもうこんな気持ち味わいたくないと思って、うん、もう一回聞いてやめました。もう早くも大手ですよ、和田、やだよ、負けたくない。続いて後手、いやこれも取りに行きたいと思います。先輩大島が選んだのはこの一手。それではお願いします。正直先輩である私大島涼香を下に見ている。いいえ。それは尊敬してるでしょ。下に見てる。いいえ。バーン、嘘でしょ。バーン、一緒に話してたりして、うん、ちょっと私がふざけたんですよ、うん、そしたらこいつやばいって言ったんですよ、うん、先輩に向かって気持ち悪いかなと思ったんですけど、あとになんか2回ぐらい会って、え、嘘、こいつやば下や下完全なる。もうそれすごいショックで、もうメモ帳に書き留めてあります。めくらや、やっぱりどうや、やっぱりめくらや。いないだろうから誰か大技、私もこいつやばいって言われたよっていうやつ。劇場公演の時に髪の毛をこっちを全部かけて前髪をこうしてたら、うんうん、その髪型やばい。なんかリハーサルの時にナーニャが間違えてたから、ナーニャここ違うよっていう風に注意をしようとして、ナーニャちょっと来てって言って、ここなんだけどさって言ったら、お喧嘩売ってるやん。何それ喧嘩売ってるやん。先輩を煽ってくるんですよ。そう、煽っちゃう。だから注意しようと思ったら、おっとおっと、注意しますか。めちゃくちゃ怖いね。ということで大島涼香も大手。さあ、それではここで決まるんでしょうか。先手大和田いきましょう。先輩メンバーとも仲がいい大島にこの一手。4番、さあそれではお願いします。若手メンバーの中で正直自分が一番可愛がられてる自信がある。あ、いいえ。さあどうでしょうか。いやな、可愛がられてるもん。いいえ、いいえ、めっちゃ疲れてるもんね。せーの。そうなんだ。なんか涼香さんって人に好かれる要素っていうか、なんかそのを持ってる気がして、もうみんなから慕われてる。ちなみに誰から可愛がられてるの？横山さんとかは娘にしたいって言ってます。へ、先輩とばっかりいるイメージがあるんですよ。同期といないで先輩といるから。どうした、おしも暗いよ。ネクラがすぐ出る。ということでセーフでございましたから、やった大島。はい、じゃあ大和田の先輩小島真子に関するこの一手。2番、うん、はい。写真撮影で小島真子がするポーズがぶっちゃけダサいと思っている。いいえ。どんなポーズだろう。ダサい。いいえ。思ってんじゃないの。すごくダサい。いいえ。あ、これは後ろの小島に傷つく結果になりましたけども、 Google プラスだとかブログとかに、うん、オフショットが載ってるんですよ、うん、でちょっとマコのポーズがすごく変で、一応どんなポーズなのかっていう、みんなで見てみらな、分からん、見てみましょうね。これあー、何、手どうしてんのあれ。これ違う、これ違うんですよ。パパーしてんの。自然と出てきたポーズ、センス。これをセンス、うん、どう思ってんの。その大穴は別にマコさんがやってるから可愛いとは思います。で心の中でやってまたそうやって言って、ね、うん、この中でこいつやっべーって思ってるの。おっと、これが小島ピワールド。もうこいつやっべー、そうやっていじるんだ大人って。この勝負大島涼香の勝利。